はい、ブレイクスルーアカデミー代表の安藤正治です。今日はですね、最近ちょっとこの、まあ、2018年の6月末なんですけど、ちょっと前にね、その Facebook でもう一度ね、昔2年前ぐらいに一回話題になったようなニュースが流れてきてて、でどういうニュースだったかというと、宿題には効果がありませんよっていうね、小中学生に対して宿題を出すんですけど、その宿題をやらせてもあんまり学習効果はないですよっていう研究結果が出ましたっていうニュースなんですね。でこれを見た時に、おこれはって思いますよね、皆さんね。で実際にそのアメリカのね、デューク大学というところのハリス・クーパー教授という方が、まあ、200の、研究をして、その結果どうもその宿題の効果があんまりないんだっていう結果が出たっていうニュースだったわけです。でもね、これ多分知ってる人とか調べた人は分かると思うんだけど、実はそのニュースはね、新聞に書いてあった日本語のニュースっていうのは実はフェイクで、そういう風な内容では本当はなかったんですよっていう話もあるんだよね。ってことは、その宿題が本当に効果がないかどうかってことは、実際にはその日本人が翻訳した時にこう誤訳したのか、もしくは本当にそういう、ね、願いを込めて、ね、例えば日本での学校教育において宿題というものが、ね、子どもたちを潰してるんだと、だからそういうことをなくしてほしいという願いがね、そういうふうなフェイクをさせたのかわからないんだけども、まあ、どうもそのハリス・クーパー教授、本人は別に宿題そのものを、ね、悪としてるわけじゃなくて、まあ、宿題を出しすぎるのは効率的ではないよねっていう話をしてるらしいんですよ。でただ、じゃあこのニュースを受けて私はどう思ったかっていうと、やっぱ宿題は、ね、いらないと思っている。で実際このブレイクスルーアカデミーという学習塾でも宿題はほとんど出しません。必要なことは出すよ、部屋の片付けしましょうね、ね、部屋が散らかってるだけではやっぱりこう気持ちが落ち着かないので、まずは部屋の環境、住環境を整えましょうとか、睡眠リズムをね、整えましょうって、夜はね、何時に寝て朝何時ぐらいに起きるような習慣をまずつけようねとかっていう宿題は出すし、例えばその学校の宿題とかちゃんとしようねとかっていう話はするんだけれど、それはしていかないと面倒くさいことになるからでしょ。なので別に宿題が必要なわけじゃない、ただ宿題がなくても勉強するっていうのが私の中では理想なんですね。この宿題ってなんていうんですかね、私もそのフェイクニュースの方の内容を実は信じたい派なんですよ。だって考えてみてほしいのは、学校ってね、朝から晩まで縛るわけでしょ。でなのに学校から帰ってからも宿題勉強しろっていうわけじゃないですか。でこれって私はその法律に抵触するんじゃないかなとも思うんですね。要はプライベートの時間まで縛る、だからその仕事が終わっても仕事持ち帰って家でもね、しなさいっていうのと一緒で、結局プライベートの時間までその無給でね、仕事をやらせるっていう点ではちょっとこう法律的におかしいんじゃないかなっていう。で学校教育はね、実はそういう法律的にグレーな部分が結構あるので、そういったことを気をつけてほしいのも一つあるし、そもそも宿題っていうものをね、やりたい人はいいよ、なんかその宿題をやりたいっていう人だったらすごく効率的に使える、効果的に使えるんだけれど、宿題やりたくない人にとっては宿題やったって意味ないんです。これはもうね、今まで私の動画とかね、記事を読んでくれた人は分かると思うんだけど、もうやりたくないことをやったって意味ないですからね、言っときますけど。だから勉強いやいや頑張ったって成績伸びないんで、もういやいややるぐらいだったらやらん方がマシっていう感じです、私の発想からすれば。でもそれだとやっぱり親御さん的にも心配はあるので、なんとかしたいっていうのが多分本音だと思うんだけれど、勉強をどうしていいかっていう部分に関しては、勉強の目的とか意味がちゃんと分かるようになってからだったらいくらでもできると思うんですよ。その方が効率的だしね、定着率も高いです、もちろん。でじゃあ宿題っていうのが本当にじゃあ効果がないのかっつったら、やりたくない人が宿題やれって言われたら効果はないと思ってます。でもやりたい人はやっていいと思うし、だから私は宿題をあえて出しません。だから宿題を出さないけれど、自分にとって必要なことが 何とないとなんだよね、だからいついつまでにこの部分までは固めておかないといけないよね、それがもし学校や他のね、通ってる塾での作業で間に合わないんであれば家でもちょっとやらんといかんよねとか、例えば限られた時間の中でこれぐらいの成果を出さないといけないよね、で現状はちょっとまだ低いよね、だったらこの間のギャップが大きすぎるんで、やっぱり学校だけじゃ時間足りないよね、プライベートの時間もちょっと勉強に使わないと難しそうだよねって話はもちろん基本的にする。ただ宿題をやってこいっていう感じでは出したくないし、させたくない。もう学校で勉強してきたんだったら塾とか行かずに遊んでほしいんです、私は。特に外でね、ゲームとかはあんまりなんかおすすめしないし、目も悪くなるしね、なんかスマホ依存症とかすごい深刻な問題になってるみたいだし、そういったことに関してはね、私もその警鐘を鳴らしますけど、ことね、宿題とかっていうのはもう小学生とか中学生とか、まあ塾に行ってるしね、
でなおかつ熊本とか九州に関しては課外とかやるわけじゃないですか。でこの間すごい私が、ね、生徒の話を聞いて嫌だったのは、その授業の、ね、予習をやってこない生徒に対して先生がやっぱり注意するわけですよ、ね、ちゃんとやってこいと。でそうすると先生がね、なんでお前たち予習やってこないんだって言ったら、生徒たちは何と言ったかっていうと、課外があるからできませんって言うわけですよ。でそれはそうですよ。朝普通にね、今までの授業の前と後に朝課外と夕課外出るんですよ。そしたら朝7時半から夜の10、ね、18時半までがんじがらみされて、そんだけね7時間8時間分の宿題とかさ、その予習とかをねできるわけないじゃないですか。帰ってからのさ3時間4時間ぐらいの程度でね。でそしたらそりゃ予習もさ全部が全部完璧にできないし、それを先生たちがねやってこいよって、お前なんでやってこないんだって言ったらさ、結局課外があるからできませんって話になって、もう本末転倒なんですよ。でそういう風にやりたくない人に無理やりやらせて、なんか学校が頑張っちゃってるけど、もうそのせいで子どもたちが成績伸ばせないでいるってことに早く気づかないといけないですね、学校教育の側は。特に学校ね、課外なんかやってるから生徒が伸び悩むんですよ。それを早くやめなさいっていうのが私のすごい思いだし、宿題とかもやるやらないは生徒がした選択すればいいんですよ。これはやるべき宿題だ、これはやらなくていい宿題だ。でもやらないと面倒くさいことになるでしょ。例えば英語の宿題やらなくても、なんかこう先生が注意したりとかね。でも私は平気でこの塾では何をするかっていうと、あ、君の英語の成績だったら別にそんな宿題せんでええどって、そしたら別にね、数学が苦手な方の宿題をちゃんとやろうねとか。でその代わり例えばなんか面倒くさいことになるでしょって、まあ先生から頼む、言われるじゃん、注意されるじゃない、その英語の宿題やっていかなかったら。でもほっときゃいいんだよと。だって学校の成績をちゃんと取っとけば、もう先生だって何も言えなくなるしね。だって分かりきってることに時間を割くことほど無駄なことはないので、だったら自分の弱いところに時間をさシフトしたいじゃないですか。そしたら私は、あ、君はこれはしなくていい、これはした方がいいっていうのを言うし、でそれを生徒が、まあ確かにそうだねとか、実際私はこういうことをやりたくないんです、ね、僕はこの宿題にはちょっとあんまりね意味を感じてないんですっていうのであれば、いやいややらんでいいよ別にって、だからめんどくさいけど、もしめんどくさいことを避けたかったら、まず先生がね叱ってきても、いやいや今度のテストで結果出すんで黙っといてくださいって言えば済むよねって話をして終わりです。だから宿題はやりたきゃやればいいし、やりたくなければやらない方がマシだっていうのが私の見解です。でもちろん欲しい結果があるんだったら、その結果に対してそれが必要だかどうかっていう判断は私もします。そしたら、あ、この宿題のこの内容でこのボリュームを見たら、君はこれをやった方がいいよねっていうことは話をします。そしたら本人も納得するじゃないですか。あ、私はこれをやった方がいいんだなとか。そしたらちゃんと本人も納得してできるんですよ。この納得感がすごく大事なので、今回のそのデューク大学の研究結果がね、その日本の新聞に載ってるようなことではなかったにしろ、私に関してはこの宿題というものに関してはものすごく疑問符が残っていますし、まあ、もちろんそこからそこに付随してね、課外っていう制度もまあ無駄だなとは思ってます。だけどもそういったことを一人一人の生徒さんがね、やっぱ対応していかないといけないんですよ。もう学校教育が変わることないので、宿題がなくなったりとか課外がなくなったりすることはまずない。だったらもう一人一人の生徒さんが自分の頭で考えて判断して行動するしかない。自分の身は自分で守る、自分の将来は自分で守るしかない。誰も責任取ってくれない。特に学校の先生なんて言っておしまいですからね、無責任もいいとこですけど、それはもう受け入れるしかない。だったらもう自分で考えましょう。結果に直結するようなことだけをしっかりね見定めて、そこに時間をね、大事な時間を割いてやりましょう。それ以外のことにはなるべくね時間を割かないようにしましょう。それで面倒くさいことになってもね、結果で黙らせましょう。それが私の基本的な勉強へのスタンスです。なので、今回はね、そのもしかしたらフェイクかもしれないけど、まあ宿題には効果がないんだっていうちょっとね衝撃的な事実に関してね、皆さんには少しお話をさせてもらいました。実際はね、もう課外に関しては子どもたちは口を出さないけど、私はね保護者が声を出すべきだと思うんですよね。そんなことさせんだと、そういうことするから子どもたちがね勉強できないでしょうかって。だから課外なんかいらないんだと。だからその代わりにちゃんと授業の方でしっかりフォローしてくれと。そうした方がね絶対いいんですよ。で親御さんが口出さないと子どもたちは絶対動けないんで、で親御さんがみんなでね固まって動いてくれたら絶対ことは動くんですけど、それやっぱ保護者の方々も忙しいんでできないんですよ。だから子どもたちがじゃあ自分の力をするしかないから、できる範囲でね私も協力できることがあればするし、まあ、学校の先生にお手紙書けって言われたら手紙書くし、なんかもうなんか出張ってきてくださいって言ったら、まあ出張るかもしれないしね、分かんないけど、その状況見ないとね分かんないけど、まあそういう感じでね、まあ宿題に効果がないかもしれない、課外には効果がないかもしれない、そういったね本質的な部分にしっかりね意識を持ってって、自分に必要なことだけにね大事な時間を避けるように一人一人が考えて行動していってもらえたらと思っています。これからもね大事な人生、自分のね大事な時間をね本当に必要なことだけに割いていけるように一緒に考えていきましょう。